マルコ・チューディネリは、スイス・バーゼル出身のスイス男子プロテニス選手。ATP ツアーで、シングルスでは勝利はないが、ダブルスで一勝がある。自己最高ランキングは、シングルス52位、ダブルス118位。身長188センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。マルコ・キューディネリ、マルコ・キュードネリ等の表記も見られる。2000年に、 プロ転校。2009年に前年の怪我から復帰してトップ100入りを果たし ATP ワールドツアーアワードでカムバック賞を受賞。2014年にレビスカップでスイスの優勝メンバーとなる。ただし自身は決勝での出場はなかった。チューディネリは2017年10月に地元バーゼルのスイスインドアを最後に現役を引退した。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます